こんにちは。岐阜関ヶ原古戦場記念館館長の小和田です。今日は、特別編ということで、家康の進軍をたどるその後編になります。で、今この比類大塚古墳におります。関ヶ原の戦い直前のですね、徳川家康の動きをたどるということで、前編では、9月14日の岡山布陣までの動きを紹介してきました。今回は後編ということで、この岡山が所在する能楽師の赤坂から関ヶ原までの動きをたどっていきたいというふうに思います。慶長5年1600年9月14日、徳川家康は赤坂に到着し、岡山に布陣したその日の夜に、関ヶ原方面に向けて進軍しました。これは、石田三成の居城近江沢山城、現在の彦根市ですね、それを攻めるためであったと考えられます。9月14日の夜半、東軍は沢山城を落として大垣城に向かう手はずという、情報を得た石田三成は、東軍を、関ヶ原付近で迎え撃つべく軍を動かしました。その動きを、東軍家康方でいち早く掴んだのが、当時曽根城のですね、現在大垣市の曽根町ですが、その城主だった西尾光憲だったと言われています。すでに日付は変わって9月15日になっていました。家康はすでに床についていましたが、石田三成らが野口、これ現在の大垣市の野口ですね、そこから牧田川沿いに南宮山麓を通って関ヶ原方面へ移動中との報告を受けるや否や、起き上がりざま出陣命令を下しました。はっきりした時間は分かりませんが、全体の流れからすると、午前2時ごろではないかと言われています。三成ら西軍が、家康らに気づかれないよう南宮山麓の南を迂回していったのに対し、家康ら東軍諸隊は関ヶ原への最短距離、つまり東山道、つまり中山道のルートを取ることになりました。先頭を進んだのが福島正則隊と黒田長政隊で、これに続いて加藤義明隊、東道高虎隊が進んで、さらにその後を家康の四男松平忠義が井伊直政隊に守られるように進んでいます。おそらく、家康もですね、豊臣恩子の大名たちだけでは不安に思ったんでしょう。井伊直政、松平忠義隊は、一種の、軍艦のような、そういう位置づけだったと思われます。家康は、それらの手当てをして、自らはそれから食事をとり、東軍の最後尾を進んでいます。時間の流れから見て午前3時ごろと思われます。ところで、この時家康は全軍を関ヶ原付近に移動させてはいません。途中中山道沿いの拠点に兵を残しています。例えば池田輝政、浅野義長、山内和豊、有馬範頼らは、南宮山の北側に布陣をしています。それでは東山道沿いに赤坂の次の宿場となる垂湯宿に移動してみましょう。赤坂宿から次の垂湯宿に今やってきました。この垂湯宿もですね、家康軍が通った道ということになるわけですね。で、ここに、南宮大社石鳥居というのがございます。で、垂湯宿、これは9月14日の夜というか、夜半、15日の未明といったらいいでしょうか。家康はですね、赤坂の岡山からこの垂湯宿を通って、関ヶ原に向かっていったというふうに考えられます。で、この石鳥居ですけれども、関ヶ原の戦いで、美濃の国一宮である、南宮大社が、消失した後に三大将軍家光、徳川家光によって、再建された際のもので、現在重要文化財に指定されています。さて、この石鳥居の奥ですね、南に進んだ、南宮山の麓に南宮大社が鎮座しておりまして、その後ろの南宮山には関ヶ原の戦い当時、
西軍の毛利秀元、それから吉川博家、暗黒寺衛兄らが布陣をしていました。で、吉川博家とはですね、不戦の密約を交わしたとはいえ、南宮さんの動き、毛利勢の動きは、やはり不安でして、その抑えとして、この東山道沿いですね、中山道沿いに、東軍の池田輝政、浅野義長らを布陣させています。家康は、この南宮さんの、毛利勢に、一抹の不安を残しつつ、さらに、西に軍を進めました。さて、いよいよ、そこで関ヶ原です。で、関ヶ原で、家康が最初に、布陣をした桃配山まで行ってみましょう。垂井宿の次の宿場、関ヶ原宿までやってきました。今ここに、関ヶ原宿の看板がございます。で、少し行くと、桃配山が見えますので、そこへちょっと行ってみましょう。あの山が、桃配山ですね。で、この標高を104メートル、南宮山麓から西に連なる、丘のような山でして、要害堅固な場所というわけではありません。家康は、要害の地としてこの場所に、最初の陣地を置いたというわけではありませんでした。じゃあ、その桃配山の入り口まで行ってみたいと思います。桃配山の麓にやってきました。それではこれからちょっと登ってみたいと思います。よいしょ。桃配山の、ここに、石碑が立っておりまして、ここに家康、本陣古紙というふうな形で、あります。で、今まではですね、この一角だけだったんですけれども、最近この少し一段下がった平場のところが、整備されまして、そこに看板もありますの、看板というか、風景の写真がありますので、それもちょっとね、見ていきたいと思います。このようにかなり、ちゃんとした、整地されました。ここにですね、徳川家康最初陣地というね、上りもこのような形で目立つように、建ててくれています。実はですね、この桃配山というこの山の名前に由来があったんです。家康はですね、歴史を勉強していたことで知られていまして、古代例の有名な壬申の乱、西暦、672年ですね、大天の皇子と大友の皇子が戦った時、大天の皇子の方がここに布陣して、将兵に山門を配って、勝ったという、そういう故事にあやころうとしたものなんです。大天の皇子がこの後ですね、天武天皇になります。俺たちは勝つぞっていうね、一種の、パフォーマンスと言ってもいいんではないでしょうか。なお、ここからはですね、関ヶ原の実際の最後の、決戦地は見えるんですけれども、他のこちらの方のですね、ここに、看板が出てますが、南天満山だとか、そういった方は残念ながらちょっとここからは見えにくいんです。で、今はですね、このように、真下を、国道が通ってまして、当時はもう少し、この山続きですね、に、山が続いているわけなんですね。戦前の国道工事で、削られてしまって、今は、桃配山そのものも形が変わっています。ここからですね、石田三成の笹山はちょっと残念ながら見えないんですが、今あそこに、関ヶ原の岐阜関ヶ原古戦場記念館も見えますので、ここから、家康もこのような景色で、石田三成たち西軍があそこにいるなっていうのがね、多分見えていたんじゃないかなと思います。
桃配山からですね、徳川家康最後の陣地にやってきました。まあ、家康自身がですね、まあ、戦いが始まって、桃配山のところではですね、まあ、戦況が見えないということで、まあ、西軍が、まあ、前線している状況を知った家康は、あの桃配山からここまで、最後の陣地にやって、この現在陣場野という形になっています。でそこに、将棋場がございますので、そちらもちょっと行ってみたいと思います。はい、将棋場にやってきました。ここに、オンリエドゴング浄土ありますが、ここが、まあ、家康最後に、まあ、ここで、論功行賞なんかを決めたというか、ねぎらったようなね、そういう場所になります。はい、それでは今日は以上で終わらせていただきます。